ドミトリー・バレーリエビチホフロフは、現ロシアクラスのダール地方、クラスのダール出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。1975年、現ロシアのクラスのダール地方の首都クラスのダールで生まれた。f c クバンクラスのダールのアカデミーで育ち、1992年に、PFC チェスカモスクワに移籍をした。 1993年、18歳の時にプロデビューを飾った。1996年には、リーグ戦で30試合出場の10得点を挙げ、FC トルペドモスクワへ移籍を果たした。1997年には、オランダの名門 PSV、アイントホーフェ編に移籍をして、主力として出場。1999年12月、スペインのレアルソシエダに、 移籍金480万ドルで移籍した。2003年に FC ロコモティフモスクワに移籍をして、ロシア復帰を果たし、2005年に FC ディナボモ,モスクワへ移籍をした。2008年7月13日、ロシアプレミアリーグ第8節の FC ロコモティフ、モスクワ戦で通算400試合出場を達成した。2010シーズンの終了後に現役引退を表明した。 2011年からはディナモモスクワでアシスタントコーチやリザーブチームの監督として活動した。2015年には FC クバンクラスのダールの監督を務めた。2017年にディナモモスクワの監督に就任した FC ロコモティフモスクワ。ありがとうございます。